元キングプリンスへの平野使用、喫煙疑惑がファンを動揺させる。SNS の自爆によるジャニーズ時代との違いとは元キングプリンスへの平野市用が、滝沢秀明氏の新会社、とべ、への合流を発表し、今後の活動に注目が集まる中、ファンの間では平野の喫煙疑惑が話題となっている。 平野がインスタグラムのストーリーズに投稿した画像に、加熱式タバコ、アイコス、が映り込んでいるのではないかとの指摘があるという。これに対し、ファンの反応や平野の SNS の運用について考察する。平野仕様の、とべ、合流と再出発。平野仕様はジャニーズ事務所を退除し、とべへの再出発を発表した。 彼は神宮寺由太と共にオフィシャル YouTube チャンネルに登場し、クリエイティブな活動に意欲を示している。平野仕様のアクティブな SNS 運用とファンとの関係。平野は飛べ入りと同時に個人のインスタグラムアカウントを開設し、ファンとのコミュニケーションを密に行っている。彼のファンとのやりとりは、好意的な反応もあれば、批判的な反応もある。 平野の仕様の SNS 投稿に対するファンの同様。平野の SNS 投稿においては、アイコスが映り込んでいるとの指摘がある。ジャニーズ時代には喫煙バレが NG だったため、ファンは喫煙疑惑に敏感に反応していると考えられる。平野の仕様の SNS の脇の甘さとリスク。 戸部では SNS の管理がアーティスト本人に委ねられているが、そのために脇の甘さが生じる可能性がある。喫煙疑惑に限らず、今後はさらなる自爆を招くリスクも考慮すべきである。SNS への投稿内容に対するアーティストの意識。アーティストは SNS への投稿内容に対してファンの反応を考慮すべきであり。 喫煙疑惑だけでなく、イメージダウンを招くような投稿にも注意を払うべきだ。平野仕様の未来への展望。平野仕様の新たな挑戦に対するファンの反応や喫煙疑惑による影響は今後も続くが、彼の成長と新たな表現に期待が寄せられている。平野仕様の喫煙疑惑によりファンの動揺が広がっているが、 彼の SNS 運用とファンとのコミュニケーションが今後の成功に大きな影響を与えることは間違いない。アーティストとしての自覚とファンへの配慮が重要であり、今後の SNS 活用にはより慎重さが求められるだろう。平野仕様の未来に対しては多くの期待が寄せられており、彼の新たな活動に注目が集まることは間違いない。